ウル編集長の花田和義です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組で、今夜のゲストは遠藤誉先生です。遠藤さんに先だってもですね、 AIIB のことでご登場いただいたんですけれど、またぜひですねお伺いしたい話ができまして、ちょっと無理をお願いして来ていただきました。ちょっとお体もちょっとやや不調なところ申し訳ありません。いいえ、とんでもありません。13日がですね、中国のですね、南京大虐殺記念館で追悼式典が行われると、こういう、まあ、日なんですけど、今度のですね、この先生の新潮新書、毛沢東日本軍と共謀した男という、はい、このまあ非常に今評判になっております。それから私ども今月号でもですね、この本の内容を紹介しつつ、毛沢東は日本軍と共謀していたというですね、この歴史的なスクープをまあお書きいただきまして、大変おかげさまでよく売れております。はい、そのお話を今日はですね、一つ詳しくお伺いしたいなと、はい、皆さんに聞いていただきたいなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ただその前にですね、はい、ちょっと一言、はい、私の方から怖いなお断りを、はい、させていただきたいんですが、はい、この番組はその右向け右という番組のようなんですけれども、はいはい、私は右でもなければ左でもない、そうですね、全く中立で、うん、ただ客観的な事実をしっかり、うん、本当に科学的に見ていこうというだけのことでしてね、うんうん、ただたまたまその私が客観的な事実を、はい、真実を見ていこうというその姿勢が、うん、たまたま花田さんの姿勢と合致していて、まあ花田さんが、うん、私の、うん、書きましたものをですね、はい、評価してくださるという、まあ、そこの共通点があるというだけであって、はい、番組あるいはウィルが右か左か、そんなこと私は考えたことはございません。何ですか、あれですか、この間おいでいただいてから、あるいはウィルに書いていただくと、先生がですね、右寄りじゃないかというようなこう声があるわけですね。そうですね、うん、まあ何かといえばすぐ反日とか親中とか言って、批判されるんですけれども、うん、今度は右寄りだと、右寄りだと、なんで右寄りになったのだというような、うん、そういうお声が結構あるんですけれども、うん、そういうレッテル貼りは一番良くないですよ。レッテル貼りは良くないですね、うん、私は本当に右でも左でもございません、うん、私もね全く中立です。先生右寄りじゃないんですよ。そうですか。番組は右向け右ですけれど、要するに真ん中なんです。だから真ん中も左から見たら右に見えると、こういうふうにいつも言ってるんですけどね。そう、右寄りだとかですね、右翼だとかですね言われますと、そういうことだと思いますけどね。はい、はい、じゃあそれはちゃんと視聴者の方にもですねご理解いただいた上でお話をいろいろしていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。毛沢東が日本軍と共謀していたと、うん、これはその今まできちんとその裏付けが取れていなかった、これを先生がそういう資料を発掘して、事実であるということをこの本でも立証されたわけですよね。まあ、そうなんですけれどもね、うん、しかし中国側資料で、はい、中国にいた中共のスパイ、うんうん、まあ、毛沢東に、個人的に極秘の命令で、まあ、指名されて、はい、スパイ活動をやれというふうに任命された人たちが1000人ぐらいいて、いたと、はい、その人たちが、うん、まあ、活動してですね、うん、日本側の外務省の、うん、まあ、祝い交換とかですね、うん、あるいは、軍の参謀系列のですね、運営機関とか、うん、そういったところと接触をしていたということは、うんうん、中国側資料にいくらでもあるんです。そうでしょうね、当然いくらでもあるんです、はいはい、でみんな知ってるんです、そのことは、うん、それは映画にもなってるんです、うん、でしかし、はい、肝心なのは、うん、彼らは日本側から、日本軍の軍事情報を引き出して、うん、
中共の毛沢東、延安にいる毛沢東にその情報を提供して、そして中共軍が勇猛果敢に日本軍と戦って、日本軍を敗戦に追いやったというストーリーの中で、この中共軍のスパイが描かれているんですね。でそれはこれまでの、あの中共側の中共側の中国におけるストーリーはそうなっている、そしてその中共のスパイたちの、まあ、名だたる人たちがいるんですけれども、その人たちの映画まで、映画とか、あの何でしょう、テレビのドラマ、そういうようなものも、制作されていてですね、それはそれは有名な話なんですけれども、ただそれはストーリーが全く違うよと、逆だということを、まあ、今般私が、ね、あの徹底的にですね、日本側の資料も発掘して、一体何が起きていたのかということを解明したということですね。あの日本側の資料っていうのはどういう資料なんですか？例えばですね、これ海藻の上海というですね、これは岩井英一さんという方がお書きになったものなんですけれども、岩井英一さんというのは、上海に当時いた、岩井公館というところを運営していた、もう最たる人物なんですね。で、あのこの人が、書いた資料が何かないか、この人に関する資料が何かないか、日本側の資料が何かないかと思って、岩井英一っていうのでネットでこう調べたんですけれども、どんなにどんなに調べても、岩井英一っていう名前が出てこないんですよ。もう歴史に埋もれてしまっていて、岩井ってやると岩井商店とかですね、それから岩井温泉とかですね、なんかそのような名前が出てくるだけで出てこなかったんですけれども、まあ散々苦労した挙句ですね、ようやくこの海藻の上海という本があるということを突き止めまして、でそれを入手して、調べたと、上海のブロードウェイマンションですよね。そうですね、その通りですね、よくご存知ですね、彼はここにいたんですね、ああそうなんですか、そうなんです、ここで働いていたんですけど、右翼の大物の児玉芳雄とか児玉機関なんかもここにあったと言われてます、ね、その通りですよ、その通りです、その通りです、児玉機関などがあったところですね、そうなんですが、まあこの中にですね、そのスパイの大物である韓観念と、いう人がいるんですが、その韓観念という人の名前がたくさん出てきまして、ここのこのスパイ相関図というのをこれを説明させていただいていいですか、ここに、まあ、毛沢東がいますね、中共側のトップですね、で、この頃国共合作をしておりましたので、実は国民党側の軍事情報を持っている、したがって国民党側の、軍事情報等をですね、まあ、この周恩来を通してですね、この人は重慶政府にいたもんですから、で蒋介石たちと一緒にいつもいるので、国民党の軍事情報はいくらでも入手できるんですね、でそれをですね、韓観念という人に渡して、中共スパイです、この韓観念が、岩井公館という、外務省の、出先機関、ここの岩井英一と、接触を持ってですね、そしてこの人に、こういう中共、国民党側の軍事情報を全部こちらに渡して、日本軍が、で日本軍が戦いやすいようにして、で岩井英一っていうのは、この梅機関のですね、影沙中将などと、とても仲がいいもんですから、そちらに軍事情報を渡すというような形で、そして、岩井英一は韓観念に見返りとして、巨額の、謝礼を、情報提供料というのを出していたということなんですね。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費
1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。ウェル編集長の花田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右ウィル場外論戦は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるのすぐ後の放送です。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってるんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりねだからそういう書き写しなんかをね、はい、やるっていうのはね、おかしいですけどね、うん、番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談のゲストはウィール執筆人のほか、今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。